いつの間にか離れた。戻ってる。戻ってるやんな。戻った、壊れた。だから多分この真下やって、おそらく。この辺の真下にあんねん。この辺やな。うん、だいぶ近い。やってまいりました。ブログダブリフマイクラ。うん。ラスト。おそらくラスト。え？ラスト？何言ってんのお前。何言ってんのお前。いや、もう一石見つけたし、もう。打ち切りなの。打ち切りやって。この前。なるほど。終わらすという覚悟。そうそう。あ、なるほどな。まあまあ。先に言っちゃうの、こういうのは。なるほどな。絶対終わらんわ。はい、というわけで、早速、いいね数、コメント数、発表お願いします。あ、はい、今回ってか、まあ、前回、動画長くなりそうなんで、2本に分けたんで、2回分の動画が。いいね。いいね。で、1個目の動画は、はい、いいね6、バット0、コメント3。はい。で、2個目が、5、0、3となりました。なので。なんで、合わせた数、17。おー、うん、いいっすね。これはすごいよ。これはすごいね。となります。はい。では、エンペラーさん。まずはじゃあ、前編からかな。はい。前編のコメントを まず最初にコメントしていただいたのは、ペンネームというかね、ソウリュウ・ゴット・ラングレーさんね、いつもありがとうございますというところで。ありがとうございます。はい、じゃあコメント読んでいきます。コメメガネ、次のサイコロつって、ふっかみぼどきがまた数字が4なんて嘘くさい。コメメガネ。手を貸せということで、まあ次のサイコロね、こう、どういうことなのかっていうのが、ちょっとね、まだ今はわからない状態なんですけども、まあちょっとコメントしていただいております。コメントありがとうございます。そして、次のコメントが、巻き波、マリペアイラストリアス、めっちゃ言いにくい。さんからの、お便りです。はい、仰せのままに、コント様ということでね、はい、このコメント。だからこう、繋がってるというか、二人のね、もうなんか協力めいたものを感じるような気がしますね。はい。いやー、これは楽しみですね。どういうことなんでしょうということで。最後はまあ、もうおなじみ皇帝さんからね。まあもうさっと流していきましょう。誰かと協力って心地いいのね。知らなかった。ということでね。ああ、確かに協力知らなさそうやな。そう、もう協力知らなそうなね。うん、彼かまあ彼女かわからないけれども。こう協力の喜びを知ったと。ああ、なるほど、感動的ですね。じゃあ次のコメント行きましょう。流してくな。次は後編です、後編。後編行きますよ。はい。後編のコメントもね、どうやら3つやってくれてるみたいなんですけども、まあまず、一番下から。はい。ああ。どう読むんだ、これ。どう読むんだ、これ。どう読むの？まあ、まずね、読めるとこが行こう。まあ、ソウリュウ・ゴット・ラングレーさんから、最後の手段ね、ごめん、PC また無理をさせるわ。全ユニッター解除、裏コード、999ということでね、まあ、ごめん、これ正式呼び方俺忘れたというか、ちょっと覚えてない。まあいいよ、はい。これはね、ちょっとまた気になる方はね、ちゃんと動画を見て、で、まあまあ、あともう一つがね、これもう、また、マリペラさんから来てるんですけど、Many a small bird drive away a hawk. ということでね。ちょっと呼び方分からんから、ということでね。ホーク。まあ、これ、ホーク。なるほどな。たかか。まあ、気になる方は、ちゃんとね、調べてください。日本語読み。なんていうかわかりますといなぁ。え、それはどっちに聞いてる？ゴッドに聞いてる？エンペラーさん。この英語を直訳せって言ってんの？そうそう、うん。たくさんの小さい鳥が、鷹の上に乗っているよ。すごい光景やな。日本語読み直すと、多勢に無勢っぽい。マジかよ。そうそう。ドライブアウェイでぶっ飛ばすって意味やから。あ、ぶっ飛ばすんや。多勢に無勢やね。あ、そうなんや。
ちゃんと映画のワンシーンで出てきますからね。あ、なるほどね。これ映画を見てる人だったらすぐ答えられると思いますね。もう、あ、これやと。なるほど。ぜひともね、見ていただいてこのシーンが出てきたところで、あ、この動画で言ってたことやって思い出してもらえると嬉しいと思います。うん。ではまあ最後に、ね、小手さんもさらっと流します。行きなさい、ゴッド。誰かのためじゃない。あなた自身の願いのために。というわけでね。うん。いや、いいセリフですね。小手さんありがとうございます。ではコメント終わります。はい。じゃあ、大丈夫。じゃあ、今回から。まあ、8割勝ったよな。今回11回目ということで、前回6回目でルール変更がありましたね。うん、今回も11回目ということで、ルール変更があります。ルールとは、サイコロの出目が変わります。お1から10に 0.1 倍、0.5 倍、0.8 倍、1倍、2.5 倍、6倍に変わってしまいます。5が、いいね。いいね。どんどんと減っていきます。前回より、数字の、出目何個か、倍率が減ってるので、ぜひともゴーストさんには、6を出していただきたい。そうですね。そうですね。確かに。そのために、そのための新システム。アスカとマリのダブルエントリーシステムでいこうと思います。は。なるほど。マリはどこにおんの？マリは。ここにいるよ。このヒゲモジャのおっさんがマリなんか。ふざけんな。ふざけんな、お前。わからへんかって、もうスマホのやつ。なんで、今回から、ゴッドサキちゃんと、マリペラーさんの二人が、まあ、サイコロを振って、まあ、ゴッドさんが出た数字、足す、エンペラーさんが出た数字で足して、その時間となります。で、よし。で、1出た時とかは同じです。オッケーオッケー。二人が1出た瞬間、もう終了と。マジか、うん。そんなことないよ。そんな、なあ、運悪いやつおらんわな。エンペラーさんが1出て、その次の回の、ゴッドさんが1出しても終わりとなります。連続となる。そんな不運なコンビじゃない？まあね。プラス1000円。出したことないしね。さらに。これが今回の肝というか。数字が低くてもチャンスがあると、シンクロ率がもう 100%、同じ数字だった場合は、プラス20分差し上げます。おお、でかいね。なんで、1の場合は無理だけど、2以上の、2から6の、あ、そうか、終わるもんな。ワールドショックだから。で、まあ、2でも諦めずね、同じ数字とか狙って、頑張ってください。まあまあ、66のな、ゾロメタスに決まってる。あ、もう行っちゃえ。行っちゃいな。行くよ、俺は行くよ。じゃあ俺から振るで。ダイスロール。なんぼ。2号機の2。2っていうことは 0.5 倍。17の 0.5 倍なんで、8分半か。8分半。頼むぞ、はい、エンペラ。マリペラ、頼むぞ。マリペラ、マジか。マリペラ。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。引きますね。はい。じゃあ、取っとかなあかんな。ちょっと慣れてないけど。じゃあ、色は、ファーストでいきます。あ、じゃあ、いきますね。はい。ダイスロール !3。何も言えねえわ。何も言えねえ。まあ、中間値ってところやね。ってことは、0.8 倍なんで、17の 0.8。ややこしいな。13.6 だから、まあ、13分半でいっか。めんどいし。13分半と8分半。
合わせて22分となります。何も言えねえ。よし、十分や。よかった、よかった、よかった。まあエンドポーター見つかるやろ。じゃあ早速今22分難易度を書いてゲームスタート。いくぞ。よし、いくぞ。とりあえず、うん、さきちゃん何やるっつってたっけ。物持ってくるっつってた。物持ってくるっつってたけど、もう22分から突入するわ。あ、そう。なんか村人とかさ、なんかエメラルドで、うん、なんかエンダーパールとかくれたらいいなって思うけど、村人殺してないやんな。え、殺したかの。え、なんで。え、殺したん。殺してないよ。殺してないやんな。あ、殺してないよ。うん。じゃあゾンビ化から元に戻して、 そのっていう話。あの商人からうまいこと。しか俺が一回やってしまってたな。ああ。よし、ああ、ついたついた。床ついた。エヴァむずいな。エヴァむずいわ。ようやくポジトロンライフのところまで行けてんけど。それ、はぁじゃなくて、どうか。うん、じょう。どうや。全然進んでないや。ごめん、ジョジョ見てた。そうやな、ジョジョも見れるもんな。まだな。4部が、ちょっと。4部見たかった。なんか、久しぶりにちょっと再生しようか、って言ったら、そのままズルズル。まあまあまあ。うん、馬の周回中に、片手まで流すのにちょうどいい。ね、これです。おおおおお、あた来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 た。どこじゃい、どこじゃい。だいぶその橋寄り、あのクォーツあったとこってわかる。ああ、なんかクォーツあったな。どこら辺やったかな。クォーツあった。ちょっとこれトゥントゥトゥスポンフロア終わる。クォーツの方寄りやな、場所的には。クォーツどこやったっけな。見つけたけど、これは1個しかハマってないですね。だから、11個いんのかな、あと。11個？よし。とりあえず、わかるようになんか、目印つけるか。そっから階段しかいないな。難しそう。ん？そっから階段掘りで上に上がってくるって。ああ、地上に？任せなさい。さすが。さすがバロン。結局エヴァの話してなくない？ジョジョの話する？まあ見つかってる話じゃない。いや俺、まさかの一部しか見てないね。逆に珍しいな。珍しいな。めっちゃ珍しいと思う、逆に。あの、二部から課金やったから。ああ、せいやん？せい？課金しろ。せいやん。課金しろ、ほら。ええ。だ、地上出た、地上出た。よし。お、帰ろう。うわあ、いっぱいいるよー。助けて、殺される。エンダーマンおる、エンダーマン。上に帰るぞ。望みのエンダーマンや。でもこんなん、相手知られへんわ。あれこれ、あ、バロンやね。村あたりか、上の。そうそう。誰か俺のアイテムをダイヤモンドだけでいいから拾っといてくれ。ダイヤ持ってんの？ああ、なんてもんをなくしてんねん、お前は。どうせあれこれもしかして空腹で死ぬ？死ぬよ。サラダバー。サラダバー。まあ、出口のすぐ近くで死んだから。最初、ジミコ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。で、どのミーカってわかんない？探してくれ。どのミーカ、どの辺、黄色って全部黄色やないか。全部探してくれ。端っこの方とかあるやん。あ、確かに。畑の近く。おお、いいやん。そういう情報が欲しかったのよ。
もう無我夢中で逃げてたから。うん。これ、水ゾンビか。水ゾンビおんの？わざわざ。この散らばったアイテムはどうにかして。とりあえず俺が出てきたのは、これか。なんか、棒でも立ててくれたらわかると思う。あ、なんかすげえ弓矢が落ちてる。あ、ダイヤモンドピッてる。この下、行ってみ？そうか。もう時間ないけどね。時間ないっすか？時間ないっすか？時間が。なんかいっぱいアイテムが落ちてるけど、とりあえず村人なんか誰か殺した？おらんねんけど。村人。捨ててんのこれゴミ。武器渡そうか。まあ、いっか。村人いなくたって。ああ、いけるいけるいける。なんでそんなとこから登ったお前は。他にあったのかい？いや、遠いとこ行ったなって。うん。マジか。ああ、体力がない、走れない。金のリンゴ食べたい。3、2、1、5、4。OK! はい。ギリセーフ。危なかったぜ。というわけで、今回の成果は、さきちゃん。エンドポータル発見。いいね。ですね。エンペラー締めの挨拶を。ご苦労さん。ダメ、飛んのか。やっぱりここはゴッドが締めるべきや。なるほど。今、長いことを、皆さんご視聴ありがとうございました。この動画がここまで来たのも皆さんの応援のおかげです。本当にありがとうございました。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。ついに発見されるエンドポータル。しかし、ハマっていたエンダーアイの少なさに、彼らたちに再び絶望を与える。次回、神工房ブログ旅風マインクラフト。この次も、サービス。